皆さんこんにちは。本日は、天才は凡人に殺される、組織は秀才に殺されるというテーマでお話をしてみたいと思っております。最近天才を殺す凡人という書籍を読ませていただきました。北野由雅さんという方が書かれ、日本経済新聞社から出されている書籍です。この書籍が非常に面白く勉強になりまして、何度も繰り返して読ませていただいたということになっております。この書籍はどのようなことをテーマにお話をしているかといいますと、まあ世の中には天才、秀才、凡人がおり、天才というのは、まあ、その人の人生の基軸を創造性ですね、ものを作ることに置いているということですね。そして秀才というのは、まあ、理論ですね、学んだり学習したりということも含めた理論で、基軸を置いている。そして凡人は共感ですね、人々と共感するということに基軸を置いているということなんですね。まあ、分かりやすく仕事とかで、例えると、天才が発明家であり発見者であるということですね。秀才は学校の先生とかね、そういうタイプの人になりますね。そして凡人が普通の凡人ということで、近所にね、いるおじちゃんおばちゃんみたいな形でもいいのかもしれませんが、そういったような類の説明をされております。これはですね、1980年代にアマデウスという映画がおりまして、この映画は天才作曲家であるモーツァルトを描いた作品なんですけど、モーツァルトのライバルというか同僚というか仲間というか、それにですね、サリエリという作曲家がおりまして、モーツァルトと比べると、その才能とかね、能力という意味では音楽の 面では雲泥の差がある人であり、要するに、モーツァルトは天才中の天才であり、サリエリは秀才といった感じですね。宮廷で人間関係とかもうまくそこそこ出世はしていくんですけど、歴史に名を残すような作品は作れないといったタイプの人で、そしてこのサリエリがですね、モーツァルトに対して嫉妬してですね、毒殺をしてしまうというようなストーリーですね。そしてこれを告白形式で、過去の歴史に遡って、話していく。モーツァルトを殺したのは俺だというような老人、それがサリエリだったという形で、回想というかね、告白するというような形で物語が展開しているということですね。個人的にはこの映画も結構この北野さんのね、書籍のテーマに、関連というかね、啓発された部分もあったのではないかなというような気もしました。天才というのはまさしく天才であり秀才とかの憧れの的ではあるんですけど、凡人というのはむしろ天才の素晴らしさがわからない。凡人というのも天才の良さを知っている人はたくさんいるぞというふうに言われますが、それはですね、世に認められた天才とか有名になった天才とか伝説となった天才なら凡人でもわかるんですけど、まだ世に認められているか否かというか、そういうまだ埋もれている天才とかね、そういう人たちはわからない。発展途上の人たちにはのことは凡人はわからないというような部分がありますね。そして凡人のことを天才は逆に理解してほしいと思いですね、憧れてはいないんですけど、協力してほしい、理解してほしいというふうに切に願っていると。このじゃんけんのグーチョキパーみたいな形の三角関係で成り立っているというような形で北野さんは説明されております。ミソになるのはこの秀才という人々なんですけど、秀才は天才に憧れると同時に嫉妬がある。先ほどのサリエルのようにね、嫉妬をする場合もあるんで、強力な味方になってくれる場合もあれば、陰で足を引っ張る敵になる場合もあるというような形のことを言ってるわけですね。そして、この天才、秀才、凡人という形ではっきりね、3人に区別されるわけではなく、凡人型と秀才型を合わせ持つ人とかね、秀才型と凡人型を合わせ持つ人というような形で、いろんなその要素があって、一つの人間の中にもその要素が配合されて何種類かのパターンがあると
まあ、いうようなご説明をされております。ということで非常に面白かった書籍だったんですけど、まあこれに加えてですね、私なりのなんかこう考え方というかね、こういう切り口もあるんじゃないかなという部分もありましたんで、それを含めてね、これ以降はちょっと説明をさせていただきたいと思うんですけど、まあこれに加えてですね、やはり時代とかね、まあ国とか国境とか、まあそういうような地域性ですね、地域とか、そういうものも大きく左右されてくるんじゃないかなというふうに思うんですね。要するに時空ですね、これもですね、この天才秀才凡人という部分に大きく影響されてくるところでもあるんではないかなというふうに思っております。まずですね、天才というものは出やすい時代と出にくい時代があると思うんですね。日本の例で言いますとですね、例えば戦国時代とか、あとは幕末とか、まあ第二次世界大戦直後とかね、あとは逆にこうバブルの時代とか、こういう時代というのは非常にこう不安定だったというところがありますね。あるいはもしくはですね、非常にバブルで自由な空気が流れていたという部分があって、非常にですね、まあ平凡な時代というよりは、まあ非常時に近い時代とか、あとは非常に浮かれた時代とか、そういう極端な時代、これにですね、天才というのは逆にこう適応しやすいんじゃないかなというふうに思ったわけですね。まあ戦国時代なんていうのは本当に血で血を争うですね、信長がまあいたり秀吉がいたりというような形でですね、まあ天才的な軍師が戦略を練って血で血を争うような生き様で戦をやり抜いたというところがありますね。そして幕末というのもそうですね、それまで265年続いた徳川なんですけど、200年以上続いていたんですが、後半の20年ぐらいは本当に黒船が来た以降はね、まあ時代が全く変わって、それこそ戦国の時代と似たような血で血を争うような時代になった。そしてまあ第二次世界大戦もそうですが、その戦争直後もそうですね、まあ物資がなくて、まあ本当に闇市とかね、そういうものがあって、目先が利くものが強い時代ということになっておりましたね。それと逆にね、まあ1980年代のバブルとか、ああいう時代というのはむしろなんていうか、いろんな自由なことをやっていいというような風潮があったり、変わってるものとかね、うつけものとかね、歌舞伎ものとかね、あるいはそういう、まあ、天才じみた人たちがむしろこう歓迎されたり面白がられたという時代でもありましたね。まあ、ルネッサンスなんていうのはね、ヨーロッパの風潮というか、そういう時代もありましたけど、こういう時代というのは天才がぞろぞろ出てくるという時代でですね、天才向きの時代だったと思うんですね。逆にですね、やっぱりこう 不況な時代とか、お金がなくて大変な時代だとか、まあでもそれでもね、まあ権力者が力を握ってがんじがらめな時代とか、保守的な時代ですね、特には例えば徳川幕府の、まあ、幕末よりも前の中期の頃とかなんかね、徳川幕府が強力な力を持っていて、もう本当にがんじがらめに国民をしていたというところがありますね。こういう時代は本当に、まあ、伝統とかね、家柄とか血筋とかしきたりとか、そういうものが重視されるということなんで、まあ天才みたいなものは突拍子もない人間ということで、不向きだったというところがあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。あとはですね、地域性ですね、まあ、国柄というような形で言ってもいいのかもしれませんが、そういうものもあると思います。やはり天才が居やすい場所、居にくい場所というものがありますね。例えば、よくね、歴史とか文化というのは海辺に花咲くというふうに言われてますね。海辺というのは要するに、まあ、港とかね、港町とか、そういう場所だと、いろんな海外からいろんな情報とか物資とか、いろんな人間がやってきて、まあ、新しい文化が交わるというところがありますね。そういう港町とかに新しい交流があり、多くの異文化が交わり、そして、そういうところにこう天才とかが生まれやすいと。あと、人間の、ね、血もいろんな国の人たちと交わった方が天才とかが生まれやすいと言いますね。むしろ逆に同じ血ですよね、近親婚とかがずっと続くと血が濃くなって、そして、まあ、ちょっと危険な人とかね、
遺伝的に弱い人が生まれやすいというふうに言われているというところがありますね。血が遠い者同士が交わった方がいいというふうによく言われますが、それは血だけではなくて、やはりこう国柄とか文化ですね、異文化とかそういうような違う異業種とかね、そういうようなものがインスパイアされる方がですね、やはり天才が生まれやすいというところがあると言いますね。これはまあ一種の新陳代謝とか刺激という部分もあると思いますね。日本もやっぱりかつてはですね、戦後の第二次世界大戦の頃に、まあ、エリート層とか保守層が全部パージされてですね、もう本当に若い世代の人たちがゼロから自分たちを作り出していかなければならないというところがありましたね。財閥が解体されたりとか、そういう部分で、上の人たちが全部一掃されて、そこでですね、やっぱり若い人たちが権力とかを握って行動力を持って、そしてぐんぐん伸びていったというところがありますね。しかしそういう世代たちがずっと居座って、どん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 長領とかね、まあ、伝統とかああいう形で上の方が詰まってくると、またどんどん新陳代謝が悪くなって発展が遅くなると、今の日本は典型的なそういう状態になりますね。ですからこう伝統とかね、あとはまあ日本で言えばインフラとかね、設備とか施設とかそういうものも含めた、そういうものが長所になる場合もありますけど、それが行き過ぎてしまうと弱点となってしまうというような状態ですよね。そういうところがやはりあって、新陳代謝というものが大切なんじゃないかなというふうに思ったわけですね。そしてですね、今後じゃあどうなってくるかというようなことについてもちょっと考えてみました。今後というか現在はもうネットを中心の情報の革命が起こって、それがどんどん進んでいるというような状態になってきてますね。ですから20年前30年前と比べれば比較にならないほど、マスコミしかなかった時代というものと比較にはならないほど、新しい情報とかがすごいスピードでいろんなところにこう回って、新しいサービスとかそういうものも仕組みもできてきているということになってますね。しかしですね、やはりまだ日本の場合はこう大企業とか官僚とか、そういう人たちが足を引っ張るような状態になってきてますね。第二次世界大戦の敗北もそうなんですけど、結局はエリートが権力をずっと握って、そしてエリートがずっとその組織に居座るようになってくると、国が傾いてしまうというところがありますね。日本の第二次世界大戦というのも陸軍と海軍の、ね、エリート同士の妙な意地の張り合いが、結局国を機能不全に落として、そしてああいう悲劇になってしまったというような説が強いわけなんですけど、やっぱり幕末に活躍した頃の明治維新の頃ですね、その頃の官僚の素晴らしさと、それが代々続いてですね、昭和になって第二次世界大戦直前ぐらいになってくる頃のエリートとか官僚のですね、能力の差には雲泥の違いがあるということがよく言われてますが、やはりこれはやっぱりエリートが組織を潰すというような構図になっているというところがあると思うんですね。日本はまだやっぱり今この段階にいるんじゃないかなというふうに思うんですね。一番最初、その北野有下さんの書籍の天才は凡人に殺されるという、天才を殺す凡人という書籍ですけどね、この書籍に習って言えばですね、私流に言えば天才は凡人に殺される、そして組織は秀才に殺されるっていうようなね、言い方もできるんじゃないかなというふうに思ったりしたわけですね。しかし、もっとね、長期的なバランスというか長期的な視点で考えてみると、人間の歴史というのは結局はずっとこういう形で続いてたわけですね。天才と秀才と凡人がいて、その組み合わせでという形でずっと来ていたというわけなんですね。ですからなんだかんだ言ってこれが一番効率的だから、こういう仕組みで成り立っているんじゃないかというふうに思うんですね。しかしもっとさらにね、視点を長く広いレンジで見てみると、人間というのは一種の天才だと思うんですよね。猿が日本足で歩くというようなとてつもないものを編み出して、そして火を起こして、道具を使ってというような形で、イノベーションできた天才的な猿が人間だと思うんですね。
そして、この人間の知性よりもさらに知性が進んだ人間の中のこう秀才というものが AI だと思うんですね。ですから、AI は AI によって人間は殺される、駆逐されると思うんですよ。そして今度は AI の時代になる。しかし今度は AI が人類とかそういうものを潰すというような形になるんじゃないかなというふうに思うんですね。天才が凡人に殺される、組織は秀才によって殺されるというようなアナロジーが成り立つんだとしたら、 AI によって結局は人類だか地球だかは分かりませんけど、それが崩壊するというような、ね、図式が当てはまるんじゃないかななんていうようなことを考えてみたりしました。というような形でですね、まあ身も蓋もない終わり方といえばそれまでかもしれませんが、天才は凡人に殺される、組織は秀才に殺されるというようなテーマでお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。よろしかったらコメント、チャンネル登録などしていただけると嬉しいなと思います。では失礼します。